緑草綱は緑草植物門に属する綱の一つ。単細胞のものから群体、多細胞など体制は多様。単水性の微細胞であるものが多いが、陸上や海に生育するものもいる。クラミドモナス属、ボルボックス属、イカダモ類、クンショウモ類、サヤミドロ属など、比較的よく知られた緑草を含む。核分裂は閉鎖型、中間防水体は、 比較的早い時期に崩壊し、細胞分裂面にファイコプラストが生じる。弁毛細胞がある場合、向かい合う弁毛の規定固定は、上から見て、普通直線上、または時計回り方向にずれて配置している。古くは、ほとんどの緑層が緑層綱に分類されていた。しかし、微細構造学的特徴などに基づいてプラシのもと、創される緑層や、青さ綱、 トレボークシア、モズナ、これを経て、モズナ、接合モなどが、緑層ズナから分離され、競技の緑層ズナは、現在のような範囲になった。緑層ズナに属する生物の多くは単細胞、または、軍隊性であるが、多細胞性の糸状態を形成する種もいる。多くは、微細胞であり、肉眼で判別できる大きさのも体を形成する、ものは少ない。単細胞のものは、 弁毛性、または不動性である。軍隊性の場合、軍隊の様式は様々であり、パルメラ上軍隊サルシナ上軍隊定数軍隊などがある。弁毛性の種の中には、ボルボックス属のように軍隊性のものもいるが、このような体は多細胞性と呼ばれることもある。不動性で多細胞性のものは、普通無分子、または分子子状態であるが、 多列市場膜状態を形成する者も、もわずかに知られる。また小さな多角脳状態を形成する者も,もいる。サヤミドロモクトカエトホラメに属する種は、細胞間に、原形質連絡を持つ、多細胞体を形成する。緑層綱の体制一 A 単細胞弁網性の、ヘマトコックス属。一ビット単細胞不動性のテトライドロン属。 一 C パルメラ上群体制のキルクネリエラ属。一 D 定数群体制のクンショモルイ。1 E 無分子史上性のサヤミドロ。多くの場合、栄養細胞は細胞壁で囲まれている。ただし明瞭な細胞外火をかく者も,もいる。細胞壁の蘇生が詳細に調査された例は少ないが、セルロースやペクチンが報告されている。クラミドモナスのような弁護生種の細胞壁は、 糖タンパク質からなる。また細胞壁に炭酸カルシウムや鉄、マンガンが沈着している例もある。細胞は単核または多角性。核分裂は閉鎖型、中間防水体は比較的早い時期に崩壊する。細胞質分裂時には分裂面に平行な微小管群であるファイコプラストが出現する。多くの場合、 単純な細胞膜の感情収縮によって細胞が分裂するが、サヤミドロメやカエトホラメでは、細胞板の遠心的成長により分裂し、この際に、姉妹細胞間に、原形質連絡が形成される。葉緑体は一個多数、形態は多様。普通ピレノイドを含む。ピレノイド気質に、チラコイド膜が貫通する。 もの感情のチラコイドが貫入するもの、の色素体膜と共とに、細胞質機質が貫入するもの、の貫入構造を持たないものなどの多様性がある。カロテノイドとしては普通ウルテインや、ネオキサンチン、ゼアキサンチンを持つが、ロロキサンチンを持つものやシホナキサンチンを持つものもいる。2、クラミドモナス類は、細胞長短から生じる2本の糖弁網を持つ。 弁毛細胞は普通輸送子や配偶子として生活感の一時期にのみ生じるが、大髭回り目では栄養細胞が弁毛を持つものが多い。弁毛細胞は普通細胞外皮をかくが、大髭回り目ではしばしば糖タンパク質性の細胞壁を持ち、またカイトペルチス目の輸送子は時に有機質リンペンで覆われる。弁毛細胞は普通細胞長短から生じるに、 または4本の等弁網を持つが、不等長2本の弁網を持つ例もある。ペアとなる規定固定は、普通ほぼ反対方向に伸びているが、平行に前方へ伸びているものもいる。弁網装置は、基本的に回転対象の交差型であり、向かい合う規定固定は、上から見て、直線上に、または時計回り方向にずれて配置しているものが多い。例外的に、 サヤミろめの有層子や精子では、細胞全部から多数の弁母が臨場に生じている。有性生殖を行うものでは、栄養体が炭素であり、複層の接合子が発芽するときに、減数分裂をするものが多い。接合子は、厚い細胞壁で囲まれ、休眠接合子として、耐久細胞となることが多い。ただしカエトホラメでは、同型の配偶体と胞子体による、 世代交代を行うことが報告されている。配偶子合体様式は多様であり、同型配偶、異様配偶、卵生殖が見られる。無性生殖の様式は多様であり、有層子や不動胞子、自生胞子形成などが知られる。定数軍隊を形成する種では、普通それぞれの細胞内に自生軍隊を形成する。一部の種では、二分裂やアキネート形成なども知られている。 多くは、淡水域に生育する。イカダモ類、クンショウモ類、アンキストロデスムス属、モノラフィリウム属、ミコナステス属、ゴレンキニア属、クラミドモナス類などは、淡水水域の植物プランクトンとして普通に見られ、時に多い。サヤミドロ属やスチゲオクロニウム属など定生性,性のものも普通に見られる。また土壌や壁表面など陸上域に生育する種も、 少なくない。一部の種は、氷雪もとして、雪に出現し、カロテノイドを蓄積して、雪を赤く染めることがある。大髭周り目の一部は海に生育する。ドゥナリエラ族は、塩湖など、高潮環境に生育する種を含む。また、潜望虫などに、細胞内共生する例や、参照後の卵に共生する例が知られている。 緑草砂の生態産 A ガウラのような故障では、卵層や軽層とともに緑草砂の層類も多い。サンビット、クロロモナス類によって赤く染まった雪。サンシードナリエラ属が増殖した塩湖。サンディーオローラが共生したキボシ産小ウウオの卵。ほとんどの種は光合成性であるが、同時に従属栄養が可能な種もいる。 また、ヒゲマワリり木のポリトマ族やポリトメラ族は光り、合成能を欠き、吸収栄養生物として自由生活する。古くは、ほとんどすべての緑層が緑層綱に分類されていた。ただし、接合藻や蛇軸藻類は、得意な形質を持つため、別の綱として分けられることもあった。やがて1960年代以降の微細構造学的研究。 さらに1990年代以降の分子系統学的研究に基づいて、様々な緑層が緑層綱から分離され、別の綱に分類されるようになった。緑層綱はおそらく、青モズ綱やトレボークシア、モズナに近縁であり、合わせてアトック系統群と呼ばれることがある。これにクロロデンドロン、モズナトッペリのモズナを加えたものは、コア緑層植物と呼ばれ、 その単系統制は分子系統学的研究から強く支持されている。微細構造学的研究から緑層綱の中に、いくつかのグループの存在が示唆されるようになり、このことは分子系統学的研究からも支持されている。2020年現在では、緑層綱は、普通大髭回り目、横網泥目、鞘泥目、カエトホラ目、カエトペルティス目の五目に分けられる。 5目のうち、大ひげ回り目横網泥目と、それ以外の3目が、それぞれ、単形統群を形成することが示唆されている。また、大ひげ回り目と横網泥目の中間的な位置に、あり、その分類学的位置がはっきりしていない属がいくつか、知られている。ありがとうございます。